隣のアイドルがマリちゃんです。よろしくお願いします。マリちゃんです。お隣は喋るミラーボールクリリティとバイバイマン。誰誰誰誰。お二人は今着られてる通りお稲荷ということでお願いしたいことがありまして、はい、サインをいただいてもいいですか。あ、いいですよ。すいません、ちゃんとちょっと色紙用意したんで。お二人でサインとかってちなみに書かれたことは。まあ、あり。あります。あります。はい、え、普通にサイン書いてください。え、本当にサイン欲しいです。怖い、何これ。普通にサインいただいていいですか。じゃんけんじゃんけん、おい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。あー、男気。勝っちゃった。先お願いします。大丈夫、大丈夫。あ、ちょっと負けた方じゃない。男気勝った。あの、どっちでもいいで早くしよう。何何何、サイン書いてほしい。何これ、大丈夫。じゃあ、本当に色紙にサインが欲しいだけです。全然。何？ペラペラな、何にもない。はーい、本当にお願いします。え、慎吾さんのサイン見たことあるんですけど、リュウキさんのサインあるんですか。あります、あります。ほら、あるよね。見たい。お願いします。サインお願いします。あれ、普通だ。あれ、普通にお願いします。いや、普通にただ、何何で、これですか。2人のサインがこう入るパターンはあります、ね、ありますよ。あ、とりあえずじゃあこれリュウキさんのでもらうんで、シンゴさんこれに大きくください。横がいいかな。え、本当に本当に本当に大丈夫。本当に大丈夫。本当に大丈夫です。何なの。本当に本当にください。今までこんなことないやん。いやいや、ありますあります。おかしいよ。言う前に全然。あー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 。ないですね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 。やらせすぎるぞ。ないですね。サインとかどうなんですか。結構書いたんじゃないですか、慎吾さんは。パチンコ屋の営業はめっちゃ書きましたね。100枚ぐらい。え、それ色紙に書くんですか。そうなんですよ。え、配るんですか、それ。そうです、みんなにあのダイやってる人に配るっていう。あ、ダイやってる人に配るんですか。はい、すごっ。どうですか。いや、可愛いです。いいですね、太陽が。これあの、チキアスって呼んでる。チキアス、チキアス、チキアス。ありがとうございます。ちょ、もう一枚。え、何？なんで？これちょっと2人で1枚。2人で1枚。マリちゃん。次から2人で1枚。え、ちょっとレイさん、今度こっち使わない。あ、こっちか。え、2人で1枚を書くこととかあるんですか？しょっちゅうあります。あ、そうなんですね。これは多分大きさ変わるだけっていうのがあると思うんですけど。なるほどな。え、これちなみに、はい、サイン考えたときは何かこう思いがあったりとか。いや、この人はね、なぜだ、興味のないことについて話をするわけ。何ですか、何ですか。ありますよ。興味ないだろう。ありますありますよ。慎吾さんのサイン、ちなみに世界で1枚なんで、毎回違うんで。そうよね、同じサインは2度ないと思います。すごくないですか、それでも、うん、毎回変わるから。リュウキさん、どうやって考えたんですか、これ。俺は、お稲荷、俺だけだと分かんないから、あ、お稲荷っていうものをちょっと利用させてもらって、なんかかわいい、お腹さん近い。そっち先かい。俺から行こうと思う。毎回違うんですよ、サインが。すごいっすよね、それも。その人と思い浮かぶんですか。そうなんです。じゃあ、こっちはリュウキさん、リュウキさんの感じかな。書いてもらいますか。あ、そこからアレンジが入ってくるね。そうなんです。本当だ。ちょっと待ってください、自分。オスとメスで分かれてるんですか。これ、あの、オス、これ風船ですよ。風船。何言ってんですか。マリちゃん。ちょちょ、なんかマリちゃんって言葉を口ずさまれるんですけど。マリちゃんがちょっと今ハマってる。あ、そうなんですね。豚も言いますね。ブヒブヒ言いながらマリさん。アマチちゃんですかね。あ、マチ、マリのマリか。ずーっとキスだから。あ、そういうことですか。あなたを待つの。ちょっと見比べてもいいですか。はい。本当だ、全然若干違うんですよ、どのスコミッチも。あ、本当だ。あの、慎吾さん横脇さんと出かけなげずな興味のないことについて話すんです
ほら笑ってんじゃん。急にどうしたの？興味ないでしょ。あ、反抗期か？反抗期だ。なんですかこれ。いや、サイン書いてほしいなと思ったんです。しかも二人で一つの場所っていうのはもう関係ないのこれ。いや、関係あります。あるんだ。じゃあ俺これ二人用にしてみる。あ、そうっす。それでお願いします。これ目をつぶっても同じのが書けるのかってこと？いや、あ、そういうの当てるゲームじゃない。普通に欲しい。普通に欲しい。普通に欲しい。どうしたんですか？何言われ、すごいっす。ちょっと言いないんですよ。あ、怒られる。もうどうやって書くの？こっからちょっとシンゴちゃん、ほらいつものなんかこれ足してよ。オッケー。いいですね。お願いします。シンゴちゃんの達成やっぱね変わってくるんだ。なんかその本当に風船なんですよ。風船ですよ。風船とこの先。この先？風船に先なんて言います？そうなんです。これ、あ、これ。あ、これですか？完全にこれちょっとさ、ねえ。なんや。いいなぁ。太陽もちゃんと描かないと。さすが。太陽描きました。すごい。だってなんか記号でしょ。かわいい。ちょっとなんか違う。あれギリギリ下ネタじゃない記号。工事現場みたいな工場とかのギリギリの。違う今こうやってやるの流行ってんだよ。これ陰と陽っていうの。陰と陽。本当。ありがとうございます。太陽ね。すごい。もう一枚だけいいですか。怖えんだけど何？もう一枚だけいいですか？何？もう一枚だけ。なんだろうな。もう一枚だけ。あの興味もないくせに。興味もないくせにじゃない。なんなのこれ。ちょっとじゃあいかがですか？え？何に？いかがですか？え？怖い。何なんですか？怖くないです。怖くないです。なんか優しいね。書いてくれますからね。ね。はい、起きました。シンゴさん、シンゴさん、え、シンゴさん、そこでは達筆な方に。やっぱ太陽もちゃん、太陽何太陽、はい、あぶねえ、マンジュ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 この辺ぐらいですかね、じゃあ。これ俺いらないじゃん、俺のスペースなくない？いや、あの、そういううまく書き立てますか、ここ私行くか。あ、ちょっと待って、どうしても書かなきゃいけない。もうセリフ出てきましたよ、シンゴさん。生まれちゃった。この子が歌うんで。あ、そうですか。どんな歌歌うんだろうな。あなたを忘れるのテニス。動画見すぎでしょ。前に確認した。影響されやすいんで。なるほど。あれ、なんかまた書きました。これは島大輔。怒られますよ。ならここも欲しい。ならバランス悪いにここもなんか性格なんで。これマジで保育園とかに飾っててもわかんないよ。イベント行ったらやっぱ色紙出されてサインくださいみたいな結構あります？あ、いや、ありますね。あ、そうなんですね。全くわかんねえぞ、これは。
あのちびまる子にあげてくるなんかメガネの人。いや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 。なら全部そう、どっかにいそうなやつ。ちびまる子ちゃんにいそうなやつ。これだけいないよ。この二人はいそうだけど。リュウキさん、ここ足してもらうんで。いや、きちいこと。これちびまる子ちゃんに。そう、出てくる。あなわくんとか。あなわくん。そんな。あなわくんはちょっと。いや、もう俺もう、これ足すのきついな。しまい。しもさん、今までサイン書いてくださいっつって、一番衝撃的だったものなんですか。弁当箱。お弁当箱に書いてくださいと手帳のところとか、あと私物のヴィトンのカバンとか、携帯が一番多いですね。携帯の裏ですか。そう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 。液晶だからね、ちょっとダメなんですよね。つるつる滑りそう。そう。え、お弁当箱って中身入っ、あの入って裏側に書いてくださいって、もうその場で、ね、サイン式しかないから頑張って書いたんですけど、またあの時のようにサイン求められるように頑張りたいですね。ですね。頑張りましょう。どう？お。シーズの死をリに変えるのやめてください。シンゴさんのサインなくなっちゃったじゃないですか。なにこれ。死をリに変えるのやめてくださいよ。可愛くないですか。可愛い、可愛いですか。この絵。これちょっとこれ欲しい人いっぱいいると思うんですよ。怖いわ。なんか怖いわ。可愛いですか。この辺ですかね。これが限界じゃないでしょ。この辺ですかね。はい、この辺でした。あと一問。まだ行く？なんなのこれ。なにこれ、ほんと大丈夫、全部カットじゃないのこれ。これだ、大丈夫、もうどんどん、まあ、画伯が今日来てますから。確かにもうめちゃめちゃデザインしていただきましたからね。ちょっとでかくなってない。ちょっとこ、これ見て、花輪くん。いや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 、顔の形じゃないんですよ。違うんです、あれ。髪の毛。いや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 、いや、もっと上で欲しかったな。髪の毛少なすぎんだろ、ちょっと。お、また出ましたね。出ましたね。あ、あ、あら、あ、今度新しいパターンが。うん、シンゴね、甘えん坊や。もうこれはサインじゃない。本音なんです。本音なんですね。欲しいです。人手じゃない。汚ねー。急ぎんちゃくだと。あられ、あられみたい。毎回俺これ困るわ、こうなってやつは。なんか心理テストかなみたいな。いや、全然全然。ここになんかサインいただきたいなと思って。あのマリってさ、マリって書きましたね。マリ、いや書かないのかなと思ってたんですけど。なんなのこれ。マジで書いた。なんなのこれ、もう。私マリからの次お願いしたら。マリ。マリ。あれ。おー、かわいい。かわいいじゃないですか、これ。かわいい？なんすか、これ。これ、おまる。え、すっごいかわいい。もう、お絵かき始めた。いや、これね、すごいね、結構、教養なんですよ、これ。あんまり絵描くことないんで。今、ちらっとどっか見ましたね、自分。あげますか。あれ、あなたお名前は？人面犬です。いや妖怪ウォッチ見てるじゃないですか。やばいやばい。あ、ほら。僕といえばラブ中旬なんでね。かけました。お。ありがとうございます。あとこれだけお願いしてもいいですか。
マイチャレンジってやつ。いえ、ですね、今回は、カメラドーピングってあると思うんですよ。普段日常ではやらないけどカメラ回ってるから頑張っちゃうみたいな、それの検証をさせていただいてまして、カメラ回したら永遠にサイン書いてくれるのかなと思って、あ、なるほど、面白い、何枚書いてくれるのかなと思ってカメラを回させていただきました。え、もったいない、これプレゼントしよう。プレゼントしましょう、これまた。じゃあプレゼント企画でいいですか、プレゼントさせていただいても。もったいないよね。もったいない。1万円だけちょっと集中しようよ、あ、じゃあちょっと書き足しながらも、はい、プレゼントとして用意していただけるということで、はい、お願いします。ありがとうございました。すいません、ぜひこちらに応募ください。246枚なんで6名様、はい、で、1枚だけ、リュウキさんのサイン単品が、これいらねえな、これ大丈夫、はい、これ本当に残ったら自分で持って帰ってもらうんで、もうなんか辛いから持っとこうかな。あまりそうじゃん。ということでカメラがあったら何枚描いてくれるのかの検証でございました。あ、すごい、ありがとうございます。なるほどなるほど、はい、皆様チャンネル登録と高評価お願いいたします。サインプレゼントするのでぜひこちらにどしどし応募ください。お願いします。ただいいでしょ。6枚限界だぞ。ありがとうございました。